さあ、それでは動いていきたいと思います。立て、立つ、そうです。それでは動いていきたいと思います。歩く。よいしょ。さあ、お分かりですか。ただいま一つ目の芸が始まっております。わかります。さあ、よいしょ。ちょっと彼すごい金ちゃん走りみたいな歩き方するんですけど、皆さんわかりますか。いやいや、笑っても全然大丈夫ですよ。もう笑っていただくために我々やってますんで、はい、皆さんに楽しんでいただきたい、それだけでございます。実はこれ一つ目の芸でございます。わかりますか。これ一つ目の芸でございます。さあ、今来たお客様、ナイスタイミングです。ただいま一つ目の芸をご覧いただいてます。皆さん思い出してみてください。山のお猿さん、動物園のお猿さん、こんな風に2本の足で立って歩きませんからね。わかります。名前エンタって言います。エンタ君です。エンタ君、半年かけてですね、2本の足で立つことを覚えました。ああ、ありがとうございます。今日初めての拍手でございます。ありがとうございます。今来たお友達もナイスタイミング。さあ、自己紹介、そういうことだ、自己紹介してですね、ショーの方スタートしていきたいと思います。さあ、座って、ありがとうございます。さあ、ないいタイミングです。今からショースタートでございます。それでは自己紹介させていただきます。まず私の自己紹介からさせてください。ありがとうございます。日本人の優しき心、譲り合いでございます。さあ、それでは、あ、それで自己紹介ですね。自己紹介なんですけど、私トレーナーの平山 K と言います。こう見えてですね、22歳でございます。親しみを込めて K ちゃんで呼んでください。そしてニホンザルのエンタ、アワテンボウの3歳の男の子でございます。そしてですね、私たちのショーのスタッフの宮川さんでございます。私たちコンビ名がございます。私たちコンビ名が猿三昧です。猿三昧、新人同士です。コンビを組んで1年間練習して、ようやく人前に立てるようになってきました。まだまだですね、勉強中で、しっかりと前向いてやり直す場面もあると思いますが、その時はエンタ頑張れって応援してあげてください。お願いいたします。それでは立って、立つ。そんな遠くで見ないでください。近くで、近くで、赤いロープギリギリまで大丈夫です。それでは、エンタにですね、たくさんの拍手ご声援をよろしくお願いいたします。さあ、どうぞどうぞ。はーい、立って。さあ、それでは道具を使った芸披露させていただきます。しっかりと胸張っていきますよ。エンタ、立って、立つ。そうです。最初はこちら、よいしょ、高跳び、よいしょ、こちらのバーを落とさずに飛び越えていきます。いこう、はい、立て、胸当て、胸当て、いこう、止まる、立て、こうです。それでは皆さん、飛んだ後の着地にご注目。はい、前転です。見ました。それではもう一度ご覧いただきましょう。エンタの得意芸でございます。綺麗な、いこう、はい、前転です。さあ、それではここからさらに難しくしていきますよ。しっかりと胸張っていきますよ。2段目。さあ、それでは高ければ高くなるほど難しいです。いきます、いこう、はい、軽やかな身のこなし。さあ、それでは皆さん、もう次一番高いところですよ、挑戦させていただきます。こっちで、あ、違う、やりにくいんじゃないですよ。次一番高いところ挑戦ですからね。しっかりと立て、いきます、いこう、歩く。違う、すごいやりたがってるんですけど、しっかり、大丈夫、次一番高いところだから、できるよ、よっ、よいしょ、どうぞ。さあ、それでは皆さん、次ですね、エンタが挑戦する高さ、こちら、持っていかせていただきます。てっぺんです。もう見てください、座ってても分かる通り、エンタの身長を越してます。通常だったらありえませんよ。こちら一発成功狙います。立て、よいしょ、はい、こっちで、はい、立て、止まる、そう、胸張っていこう。それでは皆さん、こちら一発成功決めた時、エンタに大きな拍手、いこう、お願いいたします。はい、出て、左足だ、エンタ決まった時のポーズ、はい、決まりました。ありがとうございます。さあ、見るだけで演技のいい猿回し、引き続きですね、演技のいい技をご覧ください。さあ、続いての技なんですけど、大人のお客様、一度はやったことあるってお客様いらっしゃると思います。多分お友達はですね、多分やったことある、多分今後やると思います。こちら、わかりますか。エンタサイズの正解でございます。竹馬でございます。
まずは乗れるところからご覧いただきましょう。わかりますか、これ乗ってるんじゃないんです、掴んでます。これ掴んでます。そんな後ろから見えますか、しっかりと掴んで乗っておりますんで、このように、はい、お願いいたします。ありがとうございます。カメラ構えていただきありがとうございます。しっかりと掴んで乗っております。ありがとうございます。さあ、これ私の手から離れたら皆さん歩き出します。歩き出したら拍手お願いします。ありがとうございます。しっかりと掴んで乗っております。ありがとうございます。江田君ですね、このように竹馬乗れるようになるまでなんと半年です。半年かけて頑張りましたよ。すごくないですか、頑張りました。ですが皆さん、このようにですね、エンタ君、竹馬乗って歩いてだけではございません。一回降りて、そうです、よいしょ。さあ、ここからですよ、さらに道具を追加させていただきます。エンタ君、気合い入れて、そうそうそう、さあ続きます、行こう。さあ、ピンと来てるお客様もいらっしゃるんじゃないでしょうか。行きます、竹馬に乗ったまま行く、はい、ジャンプでございます。それでは反対側からもう一度行こう、はい、よいしょ、素晴らしいです。さあ皆さん、こっからでさらに難しくなります。よいしょ。さあ続いてはですね、さらにこっから道具追加です。よいしょ、よいしょ。さあ今度は連続ジャンプ、チケット胸当て行こう。今年皆様がトントン拍子に進みますように願い込めさせていただきます。チケット胸当て行こう。それでは行きます、うっ、エンタの連続ハードルいく、エンタ頑張る、はいはいはい、さあ決まりました。エンタ戻ってきた、ありがとうございます。エンタ決まった時はかっこよく行こう、はい、爆注、あ、ちょっと当たってますよ、痛かったでしょ、行こう、行こう、はい、つける、爆注決まりました、ありがとうございます、ありがとうございます。さあそれではですね、皆さんもう次が最後でございます。最後、後ろにある大きな階段使うんですが、彼ここまで頑張ったので一旦休憩でございます。さあそれでは最後の大技移っていきます。よいしょ、こちら、よいしょ、えた、よいしょ、皆さんシャッターチャンスです。よいしょ。さあそれではお待たせいたしました、最後の大技になります、発想飛び、いきます、立て、よ、はい、止まって、立つ、それではいきます、まずはこちらの階段を行こう、はい、逆立ちで上まで登ります、はい、行くよ、下まで、はい、立て、ありがとうございます。さあ、こっからです。こっからが発想飛びの真骨頂でございます。はい、しっかりと、待って、立つ。よいしょ、降りる。さあ、今度は飛んだ後の着地。ご注目。うん、はい、高梨でございます。はい、立って、立つ。ありがとうございます。足がついたらやり直します。まだよ、まだまだ行かせていただきます。距離を広げます。さあ、距離が広がれば広がるほど、しっかりと胸当て、難しいです。反対側からも行こう、はい、逆立ちでございます。反対側が逆立ちのまま上まで登ります。さあ行くよ、はい、立って、褒めてあげてください、頑張ってます、ありがとうございます。さあそれではですね、もう次が最後のジャンプになります。最後、彼が頑張る距離、もう少し行きます。こちらです、もうエンタ君が飛べるギリギリの距離です。さあそれでは皆さん、次が最後のジャンプになるんですが、その前に大切なお話がございます。なぜ体の小さなエンタ君がこんなに一生懸命頑張れるのか、それは皆様からの温かい拍手応援のおかげでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。それとあと、私たちもう一つ頑張れる理由がございます。それは皆様からのご理解のあるご祝儀でございます。私たち新人コンビ、今日北播磨エコミュージアム様でできるということで、ものすごく張り切りまして、こちらの大きなカゴをご準備させていただきました。江田君、しっかりと前向いてお客様前です。
最後のジャンプ決まった後、こちらの加護を前に落ちます。その時にエンターに対する評価をよろしくお願いいたします。これはちなみになんですが、今日エンタ君見て偉かった、これからも頑張ってほしいと思った皆様の優しいお気持ち、できるだけエンタ君にも分かりやすい形に変えて入れていただきますと、我々心励みになります。チケットは前まで得た。そして本日高評価500円以上入れていただいたお客様はですね、こちらご縁カードの方をプレゼントさせていただきます。おさるさんの縁と皆様のご縁をお掛け合いしたとても縁起のいいカードとなっております。ぜひお納めください。よいしょ。さあ、それじゃあ待て、お幸せください。待て、待つ。それでは最後のジャンプになります。エンタにたくさんの拍手ご声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。立て。それではいきます。のでさあ、ルールの変更はございません。トンダートの高立ちでございます。しけど、もうやっていこう。それではいきます。エンタ、集中して落ち着いて、それではいきます。エンタの発想飛び、エンタ、いける、頑張れ、無駄。さあ、決まりました。最後、上まで登ります。さあ、いけるよ、頑張れ。はあ、よっきりしょ、エンタ、ぜひお気持ちお願いいたします。ありがとうございます。エンタ、褒めさせてよかったよ。よかった、よかった、ありがとうございます。さあ、それでは最後、ご挨拶して終わりたいと思います。私たち、新人コンビ、猿三昧、最後までのお付き合いご声援をありがとうございました。ありがとうございます。